こんにちは。こんにちは。井上です。金子です。この間テレビでですね、ある大学の医学部の教授が、はい、最近腸がむくんでる人が結構多くて、うん、そのせいで体調不良だったり、痩せづらさみたいなのが出てるっていうのをこの間やってて、はい、実際、まあ、むくみ腸っていうものが結構今流行っていて、うん、それがまあ良くないと。先週ね、久々に来たお客さんがいたの。その方を久々に会ったら、明らかに見た目が太ってたので、で、ご自身で、もうすごい太ったんですって言ってて、で、まずお腹、僕たち施術、揉むじゃないですか。はい。で、施術終わったら、元通りというか、すっきりしてる。すっきりしてる感じだったの。はい。腸を揉むと、要は体全身のむくみが取れるみたいな。はい。これをね、結構実感したの、先週。だから、腸のむくみを取るっていうのは、一番手っ取り早いダイエット方法につながるんじゃないかなっていうのと、うん、体の不調を取るのには、一番効果的なんじゃないかなと思って。今日は、腸だったり痩せにくいで悩んでる方のために効率のいい腸もみの方法をご紹介しますので、ぜひ一緒にやりましょう。それでは皆さんはですね、こうやって膝を立てて寝転がった状態で、寝転がりたくない人は椅子に座った状態で僕と同じようにやってもらいたいんですけど、まず押すとおしっこが出そうなところあるじゃないですか。おへその下の部分、おへその下の膀胱のところ、はい、ここから右にずらしたところ、大体もうちょっとずらせばいい。ここをグッと押す、グン、グンと軽く押すだけです。ちょんちょんちょんです。これまず30秒いってみましょう。はい、よーいスタート。ちょん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 、もうここだけ一点集中。全体的になんか響きますね、ここ押すだけでも。そうなんですよ。腸というのはですね、四隅が一番代謝が悪くなるらしいです。だからここをこうちょんちょんちょんと押してあげると、はい、腸がむくむと本当すっごい膨張してるの。内視鏡のこれね、写真見たら、はいはいはい。だからもうあれじゃあ多分何もできないと思う。腸はもうほんと活性しないんだと思う。なるほどな、うん、はい、 OK です。はい、そしたらあばら骨の下あたり、さっきのところが上に上がってあばら骨の下あたり、ここジョンジョン30秒いきます。よースタート。膝を上げたり、あとは座ってて、ここがちょっとこう曲がってる方がお腹が緩むから入りやすいですね。そうですね。お腹が張ってる人多くないですか、お客さんで。はい。最初すごいもう張ってて、硬くて、うんうん。はい。でもほぐしてるうちに指が入るようになって柔らかいみたいな人が多いから、うんうん、張ってる人は押す感覚が硬いなっていうふうに思うと思うんだけど、ふにゅん、ふにゅんって柔らかいのが正常なんで、これ別に脂肪があるとかないとかじゃなくてね、硬い人は要注意です。はい、OK です。はい。そしたら今度は左側のあばら骨の下、ここもチョンチョンっていきます。よースタート。お腹がぐるぐる動いてきました。あ、そう、はい、いいことですね。本当にぐるぐる動き出すよね、押すと。そうですね、うん、ちょっと僕は硬いね。硬いですか。はい、最近ね、むくむんですよ、顔とかも。腸の活動がちょっと低下してるんですね、うん、あんまり腸に良くない食べ物は結構食べてるかもしれないね、うん、油っぽいものとか、うん、塩分、糖分の多いもの、そういうの食べた後とかにこういうのやったりして、うん、ケアしてあげるっていうのが大事ですね。そうだね。はい、 OK です。はい、そしたら今度は下、膀胱の左横、ここいきます。よーいスタート。ちなみに腸がむくむ原因はデスクワークとかでずっと同じ姿勢で座ってることだったり、食べ物、脂っこいものとか、はい、塩分、糖分が強いものだったり、あとは、ね、ストレス、この3つが3大要素らしいんですね、腸がむくむ。多分皆さんストレスを抱えながらずっと座りながら日にお菓子食べながら仕事してると思う。全て仕事悪いことが。そうなんですよ。あ、そうやって確かに考えるとそうですね、はい、結構やっちゃうな僕も。そうなんです。はい、 OK です。はい、ただ次グーでおへそに置いたら軽く押して、でこうぐるぐると圧を入れながら大きく円を描く。はい、はい、これ30秒いきます。はい、よーしと。腸のマッサージをするだけで、はい、うん、こんなにこういろいろビフォーアフターが出るんだなっていうのがお客さんですと思うんで、ぜひこう毎日取り入れてもらいたいですね。腸は本当さっき のストレスじゃないですけど、脳腸相関で脳とも連動してるから、うん、いろんな、まあ、ホルモンの分泌であったりとか、そういう代謝だったりとか関わってきますしね、うん、そうですよ。前に出した腸もみで3キロ痩せたとか5キロ痩せたとか、はい、そういうコメントも多かった。痩せづらい方は腸に問題があるかもしれないです。はい、OK です。はい、最後にこう掴んでねじって、ねじった方向にグッと入れ込む。はい、これ30秒いきます。はい、よーいスタート。こうねじると指が入りやすいと思うんで、痛くない？僕大丈夫です、もう。はい、そう、多分これでも一発目持ってったらちょっと痛かったかもしれないですね。あ、そう、俺はまだほぐれてない。じゃあまだまだ痛い人、硬い人は2セットもうもちろんね、2セットやってもらってもいいけど、焦らず明日も明後日もやってもらって、まあ
少しずつ痛みを感じなくなってくると思うんで、確かに1回でよくしようじゃなくて、はい、ちょっとこう継続をねちょっとしてもらいたいなっていう感じです。はい、 OK でーす。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうですか、お腹が温まってます。温まってます。はい、徳美町は体調不良、痩せづらさ、便秘、冷え、もういろいろなものを生みますので、しかも免疫力を司っているのは人間の体では一番腸だと言われているので、自分の体の回復力、次の日もなんか疲れてが取れないみたいな、そういう方もいらっしゃると思うので、そういう人はこういう腸のマッサージをやって徳美町を治して腸を整えていただければと思います。そしていつまでも美しく綺麗なのでいてください。このようにアピアス TV では、いわゆる軽でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思いで動画をお届けしてますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。